成田空港交通株式会社は、千葉県成田市に所在するバス事業者。京成電鉄の子会社であり、京成グループの企業である。成田国際空港を発着する、空港連絡バス及び空港ターミナル間、連絡バスのほか、高速バス、一般路線バスを運行する。京成バスからの移管路線、京成バス及び京成グループのバス会社各社との共同運行路線も多い。 本社所在地は、千葉県成田市、小前の山の大前368-22。付近に、公園、成田市桜の山がある。成田空港、第2ターミナルを出発する514号車、成田空港第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルと、京成東、成田線、芝山鉄道の東成田駅を結ぶ。貸切扱いで、運賃無料である。 成田空港に向かう321号車成田空港、発着の空港連絡バスを運行している。仙台線松島仙台線、仙台線ともに原則としてトイレ付き3列独立シート車両で運行。予約、発見は京成バス高速バス予約センターで行い、成田空港交通は運行業務のみ行っている。松島仙台線仙台線千葉県成田市。 船橋市、柏市と宮城県仙台市、宮城郡松島町を結ぶ夜行高速バス。宮城交通と共同運行であったが、現在は成田空港交通の単独運行となっている。便名はポーラスター号。もともと京成バスが運行していたものを遺憾した。仙台線和歌山線千葉県千葉市と和歌山県和歌山市を結ぶ夜行高速バス。 和歌山バスと共同運行で、便名は、サウスウェーブ号。仙台線と同様に、もともと、京成バスの運行していたものが移管され、予約、発見は、京成バスで行い、成田空港交通は、運行業務のみ行っている。路線の変遷等については、サウスウェーブ号の交参照のこと。長野線、長野線、千葉県成田市と長野県長野市を、結ぶ、夜行高速バス。 アルピコ交通長野支社と共同運行。他の夜行高速バスと同様、予約、発券は、京成バスが行い、成田空港交通は、運行業務のみ行う。2012年2月1日運行開始。2013年12月2日より、成田空港発着となり、千葉中央駅、海浜幕張駅は経由しなくなった。二千十九年十一月一日より、千葉側は、 上野、浅草、西船橋経由成田空港発着便と東京ディズニーリゾート発着便に分離して両社協に毎日運行、大路便を成田空港発着、袋便をディズニーリゾート発着とするように改められた。これにより、成田空港交通便は成田空港発長野行き長野発、ディズニーリゾート行き、アルピコ便は長野発成田空港行き、 ディズニーリゾート発長野行きという運行パターンとなる。2020年3月16日より、パスマホ加工通系 IC カード全国総合利用サービスの取り扱いを開始。ただし、バス利用特典サービスは実施しない。なお、同年4月1日開設の国際医療福祉大学成田病院線においては、IC カード利用時に割引運賃が適用となる。 成田空港周遊系統の日中時間帯に利用可能なデータイムフリー乗車券、空丸切符も発売している。ボートピア、奈良市の送迎バス、奈良市の市周辺の工場従業員の契約輸送を行っていた。また2011年10月1日より、京成バス船橋営業所より、津田沼駅、京成津田沼駅から、ボートピア、奈良市の来場者の送迎バスが移管され、 2015年4月3日に千葉式バスに移管されるまで運行された。また同時に、奈良市,の市内の工場の契約輸送も、京成バスに移管し、奈良市,の市内からは撤退した。ボートピア奈良市のの送迎バスには、日のブルーリボン式ハイブリッドが使用されていた。三菱不走トラックバス製の車両が中心である。空港内循環バスには三菱不走。 エアロスターの CNG ノンステップバスや関東地区では数少ないエアロスターの3扉ノンステップ車が導入されている。以前の空港内循環バスにはネオプラン製のサンライナーも使用されていた。ランプバス向けに設計された横置きエンジンの FF 車で後輪もシングルタイヤである。2008年には日野自動車製のブルーリボン式ハイブリッドやセレガも導入されている。並行して 京成グループから転入した車両もあり、いすず自動車製の車両も少数が存在している。契約輸送には、元京成バスと、元千葉内陸バスの日のブルーリボンと、元東京ベーシティ交通のいすずキュービックを、社名のみを変更して使用している。ボートピア・奈良市のの送迎バスには、日のブルーリボン式ハイブリッドを使用している。開業当初の成田空港駅。 空港ターミナル連絡バスの塗装は、スカイライナー AE 型電車搭乗時の塗装に準じた、クリームとマルーンの塗り分けだった。その後スカイライナーの図書化変更に合わせて、アイボリーベースに赤と青のストライプに変更された。ありがとうございます。